亀と花。ある島の谷にお父さんとお母さんと男の子が一緒に住んでいました。男の子は小さい頃からゾウガメを育てていました。毎日男の子は庭に行って亀にサラダをやりました。食べたい、うん、食べたい。カメがサラダを喜んで食べました。ある日、カメは芝生の上で何かを見ました。カメがそれを近づきました。黄色のハイビスカスの花でした。花びらはレタスのように見えましたので味わうことにしました。おいしい。世界で最もおいしいものでした。翌日、カメは庭で花の植物を見つけて、カメは花に話しかけた。食べたい。私は絶対許さない。翌日、男の子はカメにサラダをやりました。サラダ欲しい？欲しい欲しい。カメがもう一回花に話しかけた。欲しい欲しい。何が欲しい？ハイビスカス欲しい。私は絶対許さない。翌日、カメはミツバチを見ました。ミツバチは花に飛んできたとネクターを飲みました。ハチさん、ちょっと待ってください。カメさん、おはようございます。お元気ですか？はい、元気です。お元気ですか？はい、いつも通りですね。いいですね。ハチさん、聞きたいことがあるんですが、どうやって花に聞いたらいいという質問ですか？うん、そうです。あ、簡単ですね。敬語を使います。あれ？敬語は何ですか？あ、すみません。実は今仕事しなければ、花に聞いた方がいいでしょうか？ではまたね。はい、さようなら。カメは花に話しかけました。おはようございます。お元気ですか？はい、元気です。お元気ですか？はい、元気です。お花さん、ハチさんは何か欲しいときに敬語を使った方がいいと言いましたが、敬語は何ですか？実は何か聞きたいとき、敬語ではなくて謙譲語を使います。謙譲語って何ですか？何か欲しいときは、何々をくださいませんかとか、何々をいただきませんかと聞いた方がいいです。ああ、そうです。翌日、カメがもう一回花に話しかけました。ハイビスカスをいただきませんか？はい、花が落ちるのを待ってください。ありがとうございます。来週、花はとうとう落ちました。花は美味しそうでした。亀は花に近づきました。わあ、美味しそう。いただきます。